嘘だろ。どうも皆さんこんにちは、さとみです。さあ今回もツイステで遊んでいくんですけども、今日は試験の方をねちょっとやっていこうかなと思いまして、実は火属性の試験が今スコアこんな感じで、そうなんですよ、あと1300ポイントぐらいあれば SS ランクいくっていうことで、初めての SS ランク出していきたいなということで、ちまちまキャラの育成はしてきたんだけど、困ってることがあって、今日最終日ですそうなんです、今日最終日なんです。なんでちょっと回復アイテムももうないんで、 BP のきっとろくに持ってないんで、この5回の間で決めないといけないっていう。いやでもようやく火属性の試練射程内に入ってぐらいにはいるんで、2万点、ちょっと今回出せればなと思うんだけど、どうだろう。俺も泣いても笑っても最終日だからねまあ早速まずじゃあ1回目やっていこうかな。で構成パーティーなんだけど、左からジャミル、リドル、カリム、アズール、フェアリー柄、レオナ、オジタンで、この1万8000点出した時はアズールとレオナのレベルが今よりもさらに低かったと思うから、まあちょっと上げたんだけど、あれから全員のレベルをマックスにしても逆に火力出すぎちゃってうまくいかないみたいな、ダメージ調整難しくなるなっていうのを感じたんで、ちょっとこの5回の間で調整しながらやっていけたらなと思うんだけど、まずデュオ魔法のレベルが唯一10になってないキャラがいて、アズールのマジックレベルを10にしたいと思います。はい、マジックレベル、ついでにレベルも1上げましたなんかちょっと足りてなかったから10になりますと。おい、オッケー、これでデュオ魔法がマックスにねなったんで、ちょうど魔法レベル最大にする6回目のミッション出ましたねOK でマジック1も強化しちゃおうかな。強いんだよねアズールのマジック1、 HP 回復ついてるからね、こと試験においては割と重要だったりするので、上げちゃって、よし OK 準備完了。さあ行くか、行ってみるか。それじゃあ OK、 まあレベルも正直あんま変わってないから、アズール1体のマジックレベルを負けただけの挑戦になるね、これは1回。とりあえずは。まず1回目。いきますか。まあまあまあ、まずお手並み拝見というところですよ。この1回、オートマン。やばい、ちょうどなってる。いやー、これ行きたいな。先手のカード大事。何で行くか。なるほど。これだったら、フェアリー柄のレオナ、貴族性は正直一生使わないから。いや、待って、これ相当外れ。これ相当ハズレ引いてる。いや待てよ、いやーこれ相当ハズレだな、これやばいな。ダメだ、俺終わった。一番嫌な流れだね。まあしょうがないな。いやでもここはまあこうだな。いやー正直初手に打つ意味ない、本当にもったいなすぎる。この4700の回復が死んだもったいなすぎるけど、まあここで2連続のダメージをアズールで防げるっていうのは水属性カードでね、まあ割とありっちゃありなんだけど、いやまあ最適解じゃないねこれは、流れ的に。で2ターン目、ここはもう普通に火力をぶち込みましょう。うん、ジャミル・カリムで叩けるだけのダメージを出します。これダメージ相当やばいですよ。でこれ最近気づいたっていうか、実はなんだけど、このジャミルのダメージ5000ぐらいなんだけど、カリムの無属性ダメージの方が実はダメージが出るっていう、このゼロレイ強いんだよね。まあ数値だけ見るとね、ジャミルの方が高いんだけど、バディボーナスでアタックアップがカリムに乗るから、それで最終的に高くなるっていう。カリムめちゃめちゃ火力高いんですよね。もちろん弱点属性ついた場合はね、ジャミルの方が出るんだけど。で3ターン目、相手3000、3万9000か、3万9000残ってるから、レオナオジタンでとどめ刺すか、アズールでとどめ刺すかっていうところなんだけど、やばいこれ火力出すぎちゃうな多分。これどうしよう、どうしよう、これこれはまずい。大丈夫かな、順番的に。まあ行くか、カリムからのレオナで、カリム出して水属性ダメージアップして、レオナのデュオ魔法を上げる感じのムーブなんだけど、まあいいね、結果的にすごくいいね。2連ダメージ防げてるから今効く。飛ぶ、いや待って死んじゃうなこれ。ダメージ出しすぎて死んじゃうぞ相手。ちょっと待ってこれ死ぬ相手が、やばい火力上げすぎちゃったなこれ。どうしよう、これどうしようこれ。リドル撃っても死ぬし、アズール撃っても死ぬなこれ。うわでも8000残ってる。うわこれどっちダメージ出るかな、アズールかリドル。いやさすがにアズールだと思いたい。ちょっとじゃあこれでいってみようか。うわーこれ撃つ順番めっちゃ大事だな、マジで大事だなこの順番。これ一発で7000出ないときつい。7000も多分出る、5000ぐらいしか出ない。うわーこれはダメだ、
2万いかない。いやでも受けてるダメージ少ないしな。ちょっと早く倒しすぎちゃうっていうまさかの誤算。火力を詰めすぎた。この調整はどんぐらいいくか。いやそうなんだよな。16000これむずいな。火力調整がむずいよこれ。もう闇雲にレベル高いキャラ入れればいいっていうわけじゃないんだよな。ってなった時に、まあでも今のはちょっと順番が悪かったのもあって、このままちょっともう一回行こうかな。ハイパイの可能性あるから、ちょっともう一回行きますか。1消費で手札がちょっと事故ってた。全てうまく。OK、 初動。ゴミ。待って、殺しきんないよね。殺しきんないでよマジで。ちょっと残る計算なんで俺の中じゃ。先走るんじゃない。ちょっと調子良かったらやっちゃうかもしれない。調子良かったらね。調子良かったらやっちゃう。あ、待って、俺のパーティー強すぎじゃない？ちょっと強すぎじゃないこれ。あれ、なんか今日みんな頑張ってるね。頑張りすぎてないかそれ。いや、早めに殺せば殺す方がいいってわけじゃないっていうね。キャラをマックスまで強くした方がいいかって言われたら、そんなことない試練なんだよ、試験なんだよこれ。まあ、そういうとこ含めての試験なのかもしんないけど。ちょっと待ってこれどうしようかな。いやでも今のはダメージが上振れてただけで、全部のダメージが下振れてたらちょっとだけ HP 残った計算なんだよね。これむずいね。レオナのレベル上げた方がいいのかすごく迷いどころなんだけど、まあいいや、レオナのレベル上げるかも。というわけで皆さん、レオナのレベル100レベルにしてきました。これによって HP が増えたね、攻撃力というよりは。なんでそこの加点が多少甘くなるんじゃないかなって期待はしてるんだけど、どうなんだろうな。上げた方がいいのか上げない方がいいのかっていうのはちょっと永遠の課題だと思うんだけど、3回目のチャレンジやっていきましょう。アズールの魔法の火力がどんだけ出るかによるんだけど、7000ぐらい出る。うわ5000、火力低いな。やっぱ80レベルは最後のとどめに持ってきちゃダメだな。アズール、レオナおじちゃんを最後のとどめに持ってきたら未来変わったかもしれない。これスコア的に多分17500。惜しい。 OK、 ラストアタックもレオナおじたんに任せたらいける多分。知らんけど、そう思いたい。さあこれいったんじゃないか。どう？くっそー、バレない。くー、やっぱ3000残してダメなのか。3000残してダメなんだ。さあここで決めたいところではあるんだけど、いけるのかいけないのか。1000の壁が高すぎる。多分1万9000ぐらいだなこれは。あー9000もいかねえ。1万7000しょぼすぎる。くそ、そろそろ決めたい。そろそろ決めたい。本当にパーティーが今現状を組める中で最適解すぎるんだろうな多分。どう考えても殺しちゃうもんなこれ。良すぎるゆえの多分ダメなんだろうな。
いやダメージダメージすごくいいよ。さあオーバーキルはしたけど、これ何点、これ何点くる、これこれ結構いいと思うんだけどな。でもまあ4ターンで殺せなかったっていうのが、これを4ターン目でできたら、勉強してきたようだ。嘘だろ、ダメージ食らいすぎたか今。5ターン目になっちゃったからか。いやマジかよ、5ターン目になったらこんなにスコア下がるってこと。俺と勝負ってなったらこれもう運だよな。もうこれ試験という名の運ゲーだよ。試験なのに運ゲーって。うわ待って、この衝動めちゃめちゃ、てかマジ過去一で手札やばい。え、これはいいだろ、いったんじゃないか。待ってこれ、待ってやばいやばいやばい。今回いけなかったらもう多分いけないっていうぐらい手札はいいんだけど、4ターン目で倒す手札にはなってる。最初から相当いい。でも戦残しができるかどうかが課題すぎる。そこがいやいけるかな。この手札大事にしたいな、この1回からこうだもんね。で次なんだけど、アズールが見えてる感じだよね。なるほどなるほど、ここはもうこの2体をぶち込むしかないね。これはダメージダウン、あーオッケー、相手にダメージダウンが入ってない。うーん、3ターン目で多分ダメージダウン使ってくるやつが来たと思うんだけど、ここでもうゴリゴリやられる前にやる戦法だよ。もうやられる前にやっちゃうよこれ。いやー相手3万7000円ぐらいだっけ、相手の HP 3万5000円か。で2万ね、2万か。でここでちょっと待って、考えろよ。9000残したい、相手の HP を9000残したい。むずい、このジャッジむずすぎる。9000だろ。1万1000削りたい場合は、いや待ってこれ攻めるか迷うな。アズールからのジャミル、いやでもジャミルもっと削っちゃいそう。控えめに行くんだったらキレオナ、いやジャミル、まあ、いやジャミル6000、いや1万1000、いや、アズールの攻撃がなで5500ぐらい出て、ジャミルが6000出ちゃったらちょっとまずいんだよな、きつすぎる。いやでも運だよ、上振れるか下振れるかだよこんなん。もう手札の運とダメージの運が重ね合わないと2万点たたたか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 、ダメージ高っ、7300もいくの、嘘だろ。7720、うわダメだこれ、うわ惜しかったなこれ、マジでこれマジで惜しかったな。7700か、カリムの第一魔法で7700なんて当てちゃうよな。8200ぐらい確か出たもんなこれ。あ待って、相手がダメージダウン使ってくれたらワンチャンあったんだけど、ダメージダウンも使われず。9000も出んのかよこれ。うわ火力高い、高いよ本当に。俺の勝ちじゃないんだよ、負けだよお前の、お前の負けだよこの勝負本当に。やばい、みんな正真正銘ラス1、もう次はない。もう最初のカードで全部決める、最初のカードの引きで全部決まる。もう試験は運です、これも運。あーあーなるほど、初っ端にレオナ打つパターンしかもうない。これはレオナで決めたかったんだけど、もうこれはもう最初のターンに打つしかないね、こうなっちゃったら。誰でとどめを刺すかっていうのがってなってくると、カリムかリドルしかないな、もうとどめ刺すのが。ってなってきたら、このハイパイよろしくないが、よろしくないが、アズールで回復からのリドルでダメージ出すか、とりあえずは。ほぼ HP マックスまではなったものの、残り HP これで3万5000か、3万5000。3ターン目まあ、イレギュラー落ちつつもカリムでとどめ刺したいから、1万6000アズールで与えて5000残る、いやこれ3000残る未来見えたな、これ3000残しの未来見えてる。でも4ターン目で倒さないと結局ダメなんだよな。
ダメだ、これ結局3000残しだ。これ3000残っちゃうな、ここでデュオ2回打ったら。ってなったら困っちゃうから、カリムまだ引いてない、カリムでとどめの駒にしよう。ならジャミルとリドルをここで打ってしまって、ダメージ的にはまあ2人合わせて2万ちょっとぐらいで、ここなんだが、ここからの託した、ダメージを託した。いやーでもこれ、いやあダメージダウン入った、ダメだもんな、終わった。あー2万出なかったな、2万きついな、もうこんなんだよマジで。最終日にやるもんじゃないなこれ。うわー現実の試験と同じ仕様だよ、一夜漬けじゃダメなんだやっぱり。おいもうマジかこの試験。いやそうだよね、いや日頃のトレーニング身を結んだじゃないんだよマジ。こいつ腹立つなこいつ、日頃トレーニングしすぎたからダメになってんだよこれ。この赤い服マジ腹立たしいなこいつ、本当にもう。マジか、構成変えたらいけんのかな。このレオナの貴族性1枚が、この1枚がすごく足引っ張ってるんだよな。でも今現状で SSR 組めるパーティーって言ったら結構限られちゃうし、うわーこれマジ次のタイミングまで、俺次のタイミングまで2万無理か。まあでも次来たらまあいけるな、15日間あれば。まあ15日間のどこかの運がいい日に、まあドローのいい日があるでしょう。ということで2万点チャレンジならずということでね。いや悔しいな、明日も行けたら明日もやりたかったんだけどな、もう変わっちゃうからな。月のかけらももうゼロだよ。 SSS は狙うもんじゃないね。開き直って開き直ってね。いや狙うもんじゃないでしょこれ。というわけでね、まあ、今回惜しくも1万9000点止まりとなってしまったけども、いやもう火力的には2万点も余裕でいってたけどね、そこがちょっと逆に調整難しくしてしまったんだろうかね。1レベルずつちょっと上げていけばよかった。こう微調整してね。はい、というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。まあ長い間試験やってたけど、今日結局この1時間ぐらいで学んだこと、運という名の試験。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。